ッション、ボーカル担当の安井千晶さん、ひとかけるデザイン事務所を企画、起業してですね、起業して書道家、デザイナー、アーティスト、そして書道パフォーマンス、書道教室など幅広く活躍していらっしゃいます。先日はですね、フランスのパリで出展されまして、エッフェル塔の下で赤ワインとフェンゲをクロス縫いに混ぜまして書かれた一期一会の書はとても素晴らしいんです。今日この会場に展示してございますので、ぜひ後ほどご覧いただきたいと思います。さあ、この会場内に展示したいもの全てなんですけれども、今日安井さんの作品がたくさん飾ってありますからね、ご覧ください。ではお迎えいたします。安井さん、お願いいたします。拍手お願いいたします。ではよろしくお願いいたします。
まあ、カバーしている曲で、日本でもミーシャさんとかね、そこに書いてある西城秀樹、広田美恵子さんとかね、パンチのある方が歌っておられます。西川さんもご存知かなと思いますけどね、ようこそ、はい、この年代の曲得意でしょうね、はい、じゃあ千秋さん、あの今のね書道のパフォーマンスについてご説明をお願いします。はい、ありがとうございます。今日のライブは一応最初から最後まで愛と一期一会ということをテーマにいろんな楽曲をお送りしていきます。で、その愛という言葉が、花言葉になっているバラの花と愛という文字を書かせていただきました。一部でそこに吊り下げてある愛書かせていただいたので、ちょっとまた違う構図でもう一本書かせていただきました。この後いろんな愛の形の楽曲が出てまいります。ぜひ皆さん、なんかいろんな心を味わいながら聴いていただけたらなと思います。